HSK の5級を昨日受けてきたんですけど、HSK の5級を受けたのはほぼ1年ぶりです。で、ずっと今年は6級ばっかり受けてたんですよね。で、久しぶりに5級を受けたんですけど、5級と6級は全然難易度が違います。6級の方がはるかに難しいです。5級は簡単です。私、リスニングが苦手なんですけど、リスニングが苦手な私でも聞き取れるんですよ、結構。特に最初のリスニングの大問1とかっていうのは本当に、そんな簡単でいいのっていうくらい簡単なんですね。いや、答え言ってんじゃんって。いや、答え言ってんですよ、リスニングは全部。リスニングですら簡単。で、読解はさらに簡単なんですね。読解は、簡単ですよ。で、一番難しいのって多分、作文の最初の並び替えだと思いますよ。作文の並び替えってあれ意外と難しいですよね。で、5級はすごく簡単だなっていう印象です。まあ今の私からするとですけどね。1年前に受けた成績でもそんなに悪くなかったと思いますよ。ここに、成績があるんですけど、去年の12月に、受けた成績が、ティンリーが76、イエドウが82、シューシエが86、で、ゾンフェンが244。で、8割超えてるんですよね。これ1年前の話です。で、実はもっと前に受けてるんですね。3年くらい前に受けてるんですよ。これが一番最初に HSK を受けた時なんですけど、この時でさえ、ティンリーは70、イエドウが94、シューシエが76。で、ゾンフェンが240で8割取ってたわけです。で、今まででもこのくらい取れてたので、まぁ、今回はさらに上がってると思いますけどね。まぁ、でも、ティンリーは75点くらいですかね。イエドウが多分9割くらいかなと思います。シューシエも8割は超えてると思います。だから8割から8割5分くらいは確率に取れてるんです。で、これは5級だからできるんであって、6級はこうはいかないです。6級は難しいです。6級はかなり難しいです。語彙が難しい。やっぱり、カリ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 単語を覚えないとどうしようもないです。それは。ここにHSK の単語集がありますけど、こんな分厚い本をやっぱりやらないといけないので、私全然やってないんですけど、このくらいやらないとダメです。ただ、これを覚えないと6級が受かんないのかっていうと、そんなことはないわけですよ、別に。もちろんこれは全部覚えないといけないんだけど、覚えなくても6級は大丈夫です。6割くらいは取れます。だって HSK を受ける目的っていうのは、まあ人によっていろいろでしょうけどね。中国に留学するためのスコアとして取るんだったら6割くらい取ってればいいわけですよ。だって、よっぽど本当に名門大学に行くんじゃなければ、HSK 5級の6割とか、そんくらいでいけるわけですよ。これって相当難易度低いと思いますよ。HSK 5級の6割って、英検で言うと2級くらいですよ。2級よりさらに低いかもしれないです。センター試験よりも優しいと思います。まあ、そんくらいで全然いけるっていうのは非常にこう難易度が低いわけです。だから中国語を、まあ今、例えば大学生で第二言語としてやっている場合、もうやっぱり HSK 5級っていうのをまず目指していくっていうのがいいと思います。で、もうその7割とかっていうのは取っちゃう。早いうちに。中堅とか受けなくていいですよ。中堅は受けてもしょうがないんで、それ国外的に何の意味もない資格なので、中堅は受けなくていいので、HSK の5級を目指していく、まず。4級とかも受けなくていいです、そういうのは。受けてもしょうがないんで。HSK の5級でまず6割とか7割とか8割とかを取る。で、その次にもう HSK の6級を取っちゃう。それで、6割。HSK の6級で6割取ってれば、大体、よほどの名門大学でない限りはいけますから、大丈夫です。で、特に、鬼門が、リスニングとライティングだと思います。リーディングっていうのは大体みんなできますからね。鬼門になるのがリスニングとライティングです。で、私の偏見で言うと、聴覚が強い人っていうのはリスニングが高くて、
ライティングは苦手かもしれない。逆に視覚優位、私はそうなんですけど、視覚が優位の人っていうのはライティングの方ができると思います。で、リスニングが苦手。これは結構かなり人によって分かれるんですね。どっちが優位かっていうのが。視覚が優位の人っていうのはリスニングはできるんですよ。この音に対する記憶力っていうのが強い人が世の中にいるんですよ。で、私はそれは相当苦手です。音が弱いです。だからリスニングは全然できないんですよね。でもライティングとかできるわけです。その目で見て結構記憶するっていうのが得意なんですよね。で、日本人の8割くらいはこっちの視覚優位型だと思います。特に中国語の学習においてはそうです。だからどうやってこの聴覚を鍛えていくのかっていうのがメインテーマになるわけです。これは本当70年、80年、90年くらい前に、倉石武四郎という先生が言ってるんですけど、日本人っていうのは、目で見ればわかるんです、中国語は。でも、耳で聞いた時にわからない。で、頭の中で一回、音を聞いて、それを漢字に変換してるんだと。倉石先生は言ってるわけです。だから遅いんだと、理解が。で、それを解消するために倉石先生っていうのは、ラテン化新文字による中国語教育法っていうのを考え出したんです。ラテン化新文字っていうのはつまりピンインのことです。で、彼が戦後やってた中国語の教室では、最初は漢字は一切提示しないんですね。ローマ字しか書いてないんですよ、テキストに。で、最初漢字っていうものを一切介在させずに、音だけでやるわけです。シェイヤー、ウォーみたいなことが書いてあるんですよ。誰？僕だよ。シェイヤーをっていうのから始まるんですけど、で、それを半年やるのか一年やるのかわかんないんですけど、最終的に、まあ、漢字っていうのを使っていくわけです。だからもう極端なことを言ったら、もうずっと漢字いらないと思いますよ。最初の3年間くらい。最初の中国語学習の最初の3年くらいは漢字を一切抜きにして、つまり今のベトナム語とかハングルみたいな感じで中国語を勉強した方がいいと思います。だってベトナム語とか韓国語だって昔は漢字で表記してたわけですよ。で、それが独自な文字っていうのができてなくなっていったわけですけど、昔はあったわけですよ。で、中国だって、建国後のある時期までは、全部最終的にはローマ字にするんだって言ってたんですよ。漢字を全廃するって言ってたんです。でも、やっぱり漢字がないとわからないわけですよね。現代語っていうのはわかるけど、中国語はその歴史的な積み重ねが多かったり、方言が多かったりするので、どうしても漢字がないと意思の疎通に支障をきたすわけです。っていうんで漢字は残ったんですけど、ネイティブの感覚からすると漢字っていうのは限りなくいらないわけですよね。だからその状態に持ってくっていうのがすごい大事だと思います。漢字を介在させないで中国語を勉強するっていうのがすごい大事だと思います。音だけを聞いてその意味を理解するってことですね。音があって漢字があって意味が来るんじゃなくて、音に意味が直結するっていう状態を作る。で、最初にこれを作った後に、後から、いや、実はこれには漢字があって、こういう風に書くんだよっていうのを学ぶ方がいいと思います。でも、日本人はどうしてもその漢字を使いたがるわけです。ニハオっていう言葉でさえ、ニハオ。あなたが良い。っていう漢字を噛ませるんですね、一番最初から。で、そういう風にやっていると、漢字を使って理解するっていう、この、つまり視覚ですよ。漢字っていうのはまさに視覚なんで、視覚によって意味を理解するっていう癖がついちゃうんです。で、これが非常に恐ろしいのは、目で見てわかるもんだから、自分はたくさんの単語とか表現を知っているっていうふうに誤解をするわけです。だってそれは見たらわかりますよ、そんなの。すでにそれは日本語の語彙の蓄積があるからです。でも、音で聞いた時にその単語を理解できるのかっていうと理解できないんですよ。それは今まで視覚に依拠してそれを理解してたからです。例えばこれを見ると、ドンマイって書いたんですね。ドンマイ。ドンマイっていうのは動脈のことなんですよ。そんな動脈なんて日本人は全員知ってるじゃないですか。だから漢字を見ればドンマイって読めなかったとしてもわかるわけです、意味は。
でもドンマイっていう音からじゃあ動脈を想起できるかっていう話なんですね。ドンマイ、ドンマイは動脈である、まあ動脈であるって分かんなくても、つまりその太い血管であるってことが分かる状態にしなきゃいけないわけです。でそれってすごい大変なことなんですね。つまり日本人は漢字を使っているから自分はすごくできると思っているわけです、中国語が。でもそれは実は嘘なんだっていうことです。これって全く同じことが、まあ清朝末期とか民国初期とかの中国人が日本に留学してきたんですけど、あの人たちも同じことやってたわけですよ。日本語は実はできないんだけど、その新聞とか読めるんです。なんでかっていうと漢字が一緒だからですよ。特に当時は簡体字っていうものが日中双方になかったから全く同じ漢字を使ってるわけです。で新聞のそのひらがなじゃない漢字のところだけを全部辿っていくと意味が全部わかるんです。だから当時の清国末期とかの留学生っていうのは読めたわけですよね、新聞とか書籍っていうのが大体。でもじゃあ日本語のその口頭のやり取りができるのかっていうと、それはできなかったりするわけです。でそれと全く同じことが日本人が中国を学ぶときにもあるんで、起こるんです。そして私が今の若い人たち、若い中国人を見てて思うのは、めっちゃその日本のアニメとかから入る人が多いんですね。若い人ですよ、20代の人を見てると、日本のアニメを結構小中学生くらいのとこからずっと見てるんですよ。ずっと音を聞いてるわけです、日本語の。その大学とかで第二言語として勉強する以前から聞いてるんですよ、中学生くらいの時から。である人はなんかその日本のワンピースとかブリーチとかナルトとかそういうのですよ、そういうのにハマって、そのジャンプ系の少年漫画にもハマって、中学生くらいの時からなんかオタクになっちゃってですね、それをもう繰り返し繰り返し日本語の音を聞いてきたわけです。でその音の蓄積がある上に第二言語としてちゃんと学ぶんですよ。今中国はそのガオカオっていう日本のセンター試験みたいので日本語が選択できるらしいんですけど、それで日本語で受験する人も多いんですよ。でそもそも高校の中に第二言語として英語じゃなくて日本語を選択できる高校もあったりするんですよね。でそういう人たちの多くっていうのは実はその高校に入学する以前から日本のアニメとかっていうのを結構見てるんですよね。音の蓄積があるんですよ。でこの音の蓄積があるっていうことが非常に重要なんです。それっていうのは本当にやった方がいいと思いますよね、小中学生の頃から。その大学に入ってからその英語以外に第二言語をやらなきゃいけないからそこで中国を選択するっていうのは全然いいんだけど、できることだったらもう中学生くらいの時から中国語をやった方がいいです。そんながっつりやんなくていいんだけど、ある程度音の蓄積はあった方がいいと思います。例えばそのドンマイっていうのは、ドンマイっていうのは動脈のことなんだよっていうのがこう瞬時にわかるようにこう仕込んでいくわけです。まあただ、まあ中国の若者っていうのはその日本のアニメに関心が強いからそういうのを見ているわけですけど、じゃあ日本の若者が中国のそういうメディアに関心があるかっていうと必ずしもないと思います。中国にそういう若者を引きつけるアニメがあるのかっていうと私は知らないし、まあそういう文化的なところであんまりないんですよね、その音声で使えるようなものが。大体文学が多いんで、その歴史的に積み重ねられてきた論語とかっていうのはまさにそうですけどね、そういうのが多いわけですよ中国は。その最近になってできてきた文化っていうものが乏しいっていうのはそれはあると思います。私は古いものが好きなんで、大体中国の音声に教材として使える音声ってのは大体映画ですね、古い映画。まあ大体小説を映画化したような古いやつを見てるんですけど、まああとそれと最近見てるのがメゴジーンとか、なんだっけね、ジェミーシクとかですかね、なんかそういうドキュメンタリーっていうか政治とか歴史の問題とかを解説してる。まあ、だから NHK みたいな感じですよね。ああいう感じのちょっと硬いやつをずっと聞いてるんですけど、
そういうのを日常的に繰り返し聞くっていうのは非常に重要だと思います。それを意識的にやらないと日本人はちょっときついんですよ。とにかくその音の蓄積っていうのが足りないっていうのが日本人の一番の弱点なんです。これは外国の日本人じゃない人が中国を学ぶときっていうのはこういう問題っていうのは起こらないんですよ、絶対。だって例えばアメリカ人っていうのは動脈っていうことを知らないから、日本語の動脈っていう言葉をそもそも知らないんですよ。だからドンマイイコール英語のその動脈にあたるものなんとかブラッドっていうので直でつながるんですけど、日本人は間に動脈っていうのが絡むわけです。で、間に動脈があるからドンマイもわかると思ってるんです。初めに動脈があるんです。動脈があってそれを中国語にするとドンマイだっていう変換をするんですね。でもそうじゃなくて、初めにドンマイがあるんです。ドンマイがあってそれは日本語の動脈だっていうのと、動脈があってそれがドンマイだっていうのは違うわけです。だからどういうふうにその音を作っていくのかっていうのが非常に重要なんです。で、そこについて、まあ、私は前から主張しているのが、ありえないレベルで同じ音を聞き続けるっていう教材を作ろうと思ってるんです。例えばドンマイだったら、ドンマイ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 ってこれを50回くらい聞かせる。で、50回くらい聞くとドンマイっていうものがわかるわけです。まあ、例えばその画面にその動脈の画像を見せて、その画像とこのドンマイっていう音を一緒に提示するわけです。ドンマイ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 って、これをずーっと見続けてたら、あ、この血管はドンマイなんだってことはわかるわけです。いや、ピンゴでもいいですよ。ピンゴとリンゴの画像を一緒に提示して、ピンゴ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 って言ってたら、あ、これはピンゴなんだってわかるわけです。それをネイティブは幼少期から自然にやってるわけです。それは想像を絶するくらい長い期間音のシャワーを浴びせられ続け、そしてその音とその音が示すものっていうのが長い期間の間に一致していくわけです。あ、だからこれはピンゴアなんだ、だって周りの大人がピンゴーって言ってるから、じゃあピンゴアなんだってわかるわけです。本数って言ってるから、じゃあ本数っていうのは赤いってことはわかるわけです。で、それを人工的にそういう状況を作るんですね、強制的に。まあ一つの目安は50回だと思いますけどね。それを意識的にやる。で、それを目的にした音声教材っていうのが存在していないので、自分で作ります、これから。自分で作って、それを無料で提供します。で、それを使うことによって、自分自身の中国語力も上がるし、それを使って多くの日本人の中国語力も上がるんです。で、それが非常に重要なことだと思ってるんですよ。中国語は流暢に話せる日本人っていうのが少ないんです。あの、本当に少ないと思います。本当に中国語を使える日本人っていうのは少ないです。で、これはもっともっと増やしていかないといけない。国策として。私もその中国人の店で働いてて、いろんなことを吹っかけてくるわけですよ。日本のあの教育はこうだとか、日本の政治はこうだとか、過去の歴史に対して何とかって言ってくるわけですよ。で、それは私も反論したいことがいっぱいあるんですね。私は確か日本人としては左寄りな傾向はありますけど、それは日本には日本の立場があるし、結構間違ったこと言ってくるんですよ。全然事実と異なることを印象だけで言ってくるから、いや、それは違うよってちゃんと反論したいんですけど、なかなかその反論っていうのがうまくいかないわけです。で、そういう悔しい思いをしているからこそ、自分の中国語の力を高めて、ちゃんと日本人の立場っていうのを発信したいわけです。いや、それは違うよと。こういう事実があるんだよ。で、それは、そういうことを発信できる日本人を増やさなきゃいけない、もっと。増やさないから、てか、純粋に数で言って10倍以上いるわけですよ、彼らっていうのは。10倍以上中国人っていうのは世界にいるんだから、数で負けてるわけですよ。純粋に10人人を抽出した時に中国人の方が多いんですよ。だから彼らの声が大きくなるんじゃないですか、どん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 。でも中国語を話せる日本人が増えていけば、それに対抗できるわけです。
10対1だったのが5対1くらいになるかもしれない。で、それでちゃんと日本はこういうふうに考えてるってことを発信していけばいいわけです、どんどんと。で、これは何語でもそうですよ。韓国語もそうだし、ベトナム語もそうだし、ロシア語もそうだし、まあ英語もそもそもそうですけど、その国の言語で話せる日本人っていうのがものすごく少ないんです。それは、つまり向こうの人たちの方が一生懸命日本語を勉強してるわけですよ。ハングリー精神が強くて。だから、外国人とコミュニケーションするっていう時も、日本語で済んじゃうわけです、ある程度。日本語が流暢な外国人っていっぱいいるから。だからこっちは日本語で喋れるわけですよ。で、向こうは日本語で反論してくるわけです。じゃあその状況に甘えちゃってるんですよね。じゃなくて、こっちがちゃんと相手の国の言語を学び、日本の立場っていうのをしっかり伝えていく必要があります。そういうことができる日本人がすごく少ない。それを増やしていくことが大事です。それを国益っていうんだったら、それは国益だと思いますよ。国益国益って言うんですよ、日本人は。じゃあ国益って何ですかっていうことですよね。軍事力を高める、防衛力を高める。まあそれは国益なんでしょう、それは一つの。でもそれだけじゃないよってことです。ちゃんと民間のレベルの語学力を高めるってことだって国益なんですよ。ちゃんと自分の国のことを発信していかなきゃいけないんですよ。閉じた日本語の世界で、俺たちってこうだよね、あの国ってこうだよねって、慣れ合っててもダメなんです。ちゃんとそれは開かなきゃいけない。そのあなたが書いている、あなたが言っているその言論っていうのが、日本語っていう閉じた言語で処理されている限り、それは相手の国の人に届いてないんです、全然。日本語しか喋れない人間が日本語だけで、何かのどこかの国のことを語る。中国の問題を語る。ロシアの問題を語る。でもそれって全然向こうに届いてないんです。じゃあどうしたら届くようになるんですかって言ったら、それはその国の言語を使うしかないんです。それは英語でもいいですよ。日本語よりは英語の方がいいです。でも中国の人にそれを届けたいんだったら、それは中国語を使わなきゃいけない。それをしないで、内輪だけでいくら愚痴を言ってても仕方がないんです。そういう内向きの姿勢を打破したいと思ってるから勉強してるわけです。それは本当はいろんな国の言語がいろいろできるっていうのはいいんですけど、それは無理ですから。よっぽど天才的な人以外っていうのは、2カ国語が言語だと思います。言語だと思います。第二言語は。だから、日本語と英語と何かです。で、私は日本語と英語と中国語しかもうできないと思ってますが、それ以外はやりません、全然。やる暇がないんで。この二つだけでも精一杯ですからね。で、それをちゃんと学習して、いろんなことを英語とか中国語で発信できるようにしたいんです。で、それは今はまだそこまでの力がないから、こうやって日本語で全部喋ってますけど、ゆくゆくはその中国語とか英語で発信できるようにしたいと思ってるんです。今私が日本語で喋ってる内容を全部中国語や英語で発信できるようにしたいんです。で、そのことによって、より多くの人、より多くの中国人に、ちゃんと日本の立場っていうものを伝えることができるんです。そういうことを抜きにして、その民間の交流っていうのを抜きにして、国益なんていうものは達成されないんです。それはしっかりと頭に入れておかなきゃいけないと思います。国益っていうのは日本語しか喋れない人間が日本語の閉じたコミュニティの中でああだよね、こうだよねって言ってて達成されるものじゃないです、それは。開かれてないといけないんです。それは中国もそうですよ。中国の中で中国語しか喋れない人たちが話しててもダメなんです、それは。いろんな国の言語を喋れるようになって、そういう人たちとコミュニケーションする中で、お互いの感覚、考え方っていうのをすり合わせていくことが必要なんです。だから、言語が大事。文脈のすり合わせっていうのは、いろんな場面で当てはまるんですけど、国と国との関係とか外国との関係っていう時は、絶対それは外国語っていうのは絡んできます。だから外国語を勉強することは文脈のすり合わせ、つまりコミュニケーション力を高めることにもなるんです。